両健在 AM 型母子はヘリウム激変性とも呼ばれ、軌道周期が5分から65分と、特に短い激変性の一種である。通常の激変性と違い、番性はヘリウム白色矮性、またはヘリウム性で、膠着物質も主にヘリウムで構成されるため、挙動も通常の激変性とは異なる。白色矮性に、 ヘリウムが降着することから、両検在 AM 型母子は、イヤ型超新星の戦具天体候補でもある。強い重力波を放射しており、LISA 計画の重要な観測対象と考えられている。両検在 AM 型母子は、その代表である両検在 AM 星の発見に始まる。ストックホルム天文台のグンナーマルムキストが発見し、 ヒューメイソンとツビッキーの微光はオイロ天体の一覧で、ヘルツ29として知られるようになった。この天体は、得意なスペクトルから当初は DB 型白色矮星や、クエーサーの可能性が取り沙汰された。1960年代に変更が明らかになると、両健在 AM 星という変更母子名が付与され、間もなく重力波を放射する短周期連星であるとする仮説が提唱された。 1970年代になると、水素を失った短周期の激変性という病像が出来上がり、同じ頃に共通の特徴を持つ第二の天体髪の毛ザ GP 星も発見された。1980年代には、牛飼いザ CR 星とケンタウルス座 V803 星が相次いで発見され、同じような特徴を持つ特殊な天体の一群があるものと認識されるようになっていった。 当初、この天体の一群は、相互作用白色愛生連星形などと言われていたが、天文学では代表性の名前を冠して、分類するのが慣習化しており、それに従って、南アフリカ天文台のブライアン・ワーナーの発案から、両剣座 AM 型星と呼ばれるようになっていった。両剣座 AM 型星の発見は難しく、1992年、以前は4天体が知られるだけであったが、 2003年には12天体まで増えた。さらに、スローンデジタルスカイサーベイの成果などや超新星の装填観測も加わって、2018年の時点で56天体が知られるようになっている。両健在 AM 型星の長期的な高度変化の傾向を見ると、あまり変化が見られない群と、不規則に大きな変化を示す一群が存在する。 大きく変化する方の天体は、明るい状態と暗い状態とが何日も継続し、その差は、おおむねに等級から大きいものでは6等級にもなる。暗い状態の時には、明るい状態の等級には達しないものの、短期間爆発的に増高する、アウトバーストを示すものがある。その高度曲線は、新星状天体の一種彫刻室座 VY 型星の、それと似ており、 彫刻室座 VY 型星に習って明るい状態をハイステート、暗い状態をローステートという。両剣座 AM 型星の代表星、両剣座 AM 星の5時間半にわたる高度曲線。スーパーハンプと見られる細かい高度変化が見られる。両剣座 AM 型星の短時間での高度変化はもっと複雑で多様である。長期的にはほとんど変化しない一群の天体も、 短期的に見ると高速で比較的大きな高度変化を起こすフリッカリングを示すものがある。フリッカリングにも高度曲線が単純で形状が安定しているものもあれば数字にわたる高調波の重ね合わせで複雑な形状をしているものもある。長期的に大きく変更している一群もハイステートの間には同じく周期的な高度変化が見られる。ハイステートでだけ 周期的な高度変化を示すことは、オーグマザイス U 型の Y 新星において、通常のアウトバーストよりも、長く明るい、スーパーアウトバーストの際に見られる、周期的な高度変調、スーパーハンプと同種の現象であることを示唆する。可視光スペクトルは、蘇生や運動など、両健在 AM 型星の決定的な特徴を示す。蘇生はつまり、水素が著しく欠乏し、 ヘリウムが過剰であるということである。しかし、その見え方にはこれもいくつか異なる傾向が現れる。長期的な高度が安定している一群でも、ヘリウム原子のスペクトルが、吸収線として見えるものと、気線として見える、あるいは気線も吸収線も見えないものとがある。長期的に大きく変更している一群では、ヘリウム原子は、ハイステートで吸収線、ローステートで気線、または、 成分なしと状態によって変化する。可視光スペクトルでヘリウム原子吸収線が見える場合、吸収線の輪郭は幅が広くて浅く左右対称ではない。また、時間とともに輪郭が変化する。両検材 AM 型星は当初単独のヘリウム白色外星であるとする説もあったが、DB 型星のヘリウム吸収線は裾は幅広いが、 中心は鋭くて深く、左右対称である。一方、両剣在 AM 型星は、吸収線全体が幅広く、吸収の底は浅いので、DEB 型星とは、構成体機理論の上でかけ離れた特徴となっている。ヘリウム吸収線の幅は、一般的な激変性における、硬着円盤の回転速度と同等である。しかし、ハイステートでのみ、ヘリウム吸収線が見える天体では、 吸収線はもう少し深くて狭く、高速回転よりも高い大気の圧力による、拡幅の方がうまく説明できるものもある。可視光スペクトルで、ヘリウム原子気線が見える場合、気線の典型的な輪郭は、ニコブの幅広い気線とその中心に鋭く強い気線、という形をとる。鋭い気線によって、視線速度の時間変化とその周期を求めることができ、変化は、 連星の軌道運動によるものと考えられる。ヘリウムイオンのスペクトルはその一部が多くの天体で気線として見える。一部にはヘリウムイオン気線がとても強いものもある。紫外線スペクトルではヘリウムイオン、窒素イオンなどの吸収線が見られる。可視光での吸収線に比べるとだいぶ狭くて深い。また、K の自然速度に対し、 紫外吸収線の視線速度には青型変異が見られる上、一部には P、シグプロファイルが現れているので、可視光での吸収線が光着円盤のガスを起源とするのに対し、紫外線での吸収線は高温の星風に起源があると考えられている。可視光でのヘリウム吸収線の輪郭が時間変化する様子を分析すると、速光周期に数十倍する周期性が浮かび上がる。 この周期は、やはりオングマザイス U 型 Y 申星のスーパーハンプで、見られる、硬着円盤の再作運動に近する、うなりの周期と考えられ、うなり周期と速攻周期から、軌道周期を推定することもできる。実際に観測される、速攻的特徴と分光的特徴の組み合わせはいくつかに限定される。長期的には、高度が安定している一群は、スペクトルを見ると、 ヘリウム原子が吸収線として見えるものと、気線として見えるものとがあり、軌道周期が求められたものについてはそれも加味すると、周期が短いものはヘリウム原子が吸収線、周期が長いものはヘリウム原子が気線として見える。そして、ハイステートとローステートの間で大きく変更する一群は、ハイステートではヘリウム原子が吸収線、ローステートでは ヘリウム原子が気線で見えており、高度安定している2形態の間を往来しているように見える。また、軌道周期も、その2種類の中間的な長さである。これらを総合すると、という3通りの形態が考えられる。両剣材 AM 型星の条件として、分類名を提唱したワーナーがまとめたものは、まず全ての天体に共通する特徴に、 ヘリウム過剰天体であり、ヘリウムのスペクトル線が目立つ一方、水素のスペクトル線は見えない非常に周期の短い、連星系である、大きく広がった、吸収線スペクトルを示し、これは、星あるいは、青春円盤が高速回転しているか、縮体した星の大気における非常に強い圧力か、もしくはその両方であり、どの場合もコンパクト性が存在することを意味すると、いったことが挙げられ、 さらに、一部に共通する、それ以外の特徴として、Y 新星に見られるような、フリッカーリングを示す一定期間、明るい時期と暗い時期とが継続する、ハイステート、ローステートを示すといったことがある。白色 Y 星を含む近接連星系で、質量輸送に起因すると見られる特徴も示すことから、これは激変性の類型と考えることができる。一般的な激変性とは異なる点は、 水素が著しく欠乏していること、そして軌道周期が非常に短いことである。一般的な激変性では軌道周期が2時間起きるものは稀だが、両健在 AM 型星の軌道周期は5分から65分程度である。そのため、両健在 AM 型星は超短周期連星やヘリウム激変性といった呼び方をされることもある。一般的な激変性と同様に、 質量輸送が進むと白色外星の周りには光着円盤が形成されると考えられる。量検座 AM 型星として分類される天体が増えるにつれ、その特徴が複雑で多岐にわたることが分かってきたため、量検座 AM 型星の条件としては、まず激変性の一種であり、その中で水素が著しく欠乏し、軌道周期が非常に短いものと考えられるようになっている。 両剣座 AM 型星は特徴が均質には程遠いことからより細かい分類を考えるべきとされる。具体的には軌道周期と円盤などの状態とによって4種類に細分化できるものとみられ軌道周期が12分以下と極めて短く硬着円盤を持たない軌道周期が十二分から二十分で大きく安定した着円盤を持ち的に新生状天体の スーパーアウトバースト中のような状態にある軌道周期が20分から40分で耕着円盤は変動し Y 申星のようなアウトバーストを起こす軌道周期が40分以上で小さく安定した耕着円盤を持ち静音器の Y 申星と類似という四群が提示されているこのうち2は工場的にハイステートである系3はハイステートとローステートの間を移動する系4は 恒常的にローステートである K に対応する。ところが、軌道周期からすると常時ハイステートにある群と想定される K の一部に異なる特徴を示すものもある。可視光のスペクトルでヘリウムイオンの気線が目立つ、あるいはヘリウム吸収が見えない K がそれで、他に軌道周期は両検在 AM 型の中でも最も短い部類である、紫外線で明るく X 線も検出されている。 といった特徴がある。これらを総合すると、この種の系は、硬着円盤を介さずに物質が主性に硬着していると考えられ、主性の強い磁場が硬着円盤の形成を阻害する強い磁場激変性の類型である可能性も指摘されている。この系が細分類の位置に対応すると考えられる。激変性の創造図。 両腱座 AM 型星もこれに類する構造をしている。両腱座 AM 型星は激変性の一種であり、白色外星を主星とする近接連星系で、万星と相互作用、つまり万星から主星への質量輸送が発生しており、多くの場合、主星の周りに硬着円盤を形成する。ただし、硬着物質は一般的な激変性とは異なり、ヘリウムを主成分としている。 相互作用連星であるので、万星はロッシュローブを満たしており、さらに軌道周期が非常に短いことから、万星の密度を予測すると、縮体、あるいは少なくとも半縮体状態にあることが示唆される。そのため、K の構造が理論化された当初から、万星も白色矮星である可能性が高いと言及されており、以後一貫して有力な説の一つとなっている。 一方で、万星から主星への質量輸送率が高いと、万星は縮体性にはなれないとする予想もあり、万星が半縮体のヘリウム性であるとする説も、また有力である。万星に水素が欠乏し、硬着物質の主成分がヘリウムなので、主星の周りに形成される硬着円盤も、ヘリウムが大部分を占めるヘリウム円盤である。ヘリウム円盤は、 水素を主成分とする硬着円盤と不透明度、電離温度、音速といった特性に違いがある。そのため、硬着円盤理論において円盤が熱的に不安定になるか安定するかの境界となる臨界温度は水素円盤の場合に比べておよそ 6000K ほど高い。実際に観測されている両検材 AM 型星の 硬着円盤によるエネルギー分布を国体放射で禁止すると、その有効温度は、ハイステートの形では臨界温度より高く、ローステートの形では臨界温度より低い傾向が現れている。連成進化の過程の中でも、限られた進化経路をたどる一握りの形だけが、両健在 AM 型星へ進化すると考えられ、その進化経路としては、主に三通りの筋書きが検討されている。 ほぼ同じような経路をたどり、万性の質量によってそれが縮退するか、半縮退となるかの二通り、そして一般的な激変性の進化過程で水素が失われたとするものである。どの筋書きにしても、一度か二度の共通外装状態を経ているものとされ、両健座 AM 型星は、共通外装を理解する上でも重要な観測対象と見られる。進化の出発点は、 白色外星へと進化する質量を持つ主系列性同士の連星である。まず、質量が大きい主星が先に、巨星や超巨星へと進化し、その際に連星間距離が十分短ければ、晩星は膨張した主星の大気に覆われ、最初の共通外相段階を迎える。この段階で、主星は外相を失って白色外星へ進化し、晩星は 共通外装の中で抵抗を受け、軽として、各運動量を喪失して軌道が縮小する。ここまでは、両健在 AM 型星に限らず、多くの近接連成系が経験する。その先、極端に高転周期が、短い両健在 AM 型星へ進化するには、多くの場合2度目の共通外装段階を経る、必要があると考えられる。番星が虚勢化し、 主星の白色矮星がその外装の中に収まるが、この時晩星の質量が小さいと晩星はヘリウム白色矮星へ進化し、ある程度質量が大きいと晩星はヘリウム星へ進化する。その先、重力波の放射によって、K の核運動量が引き抜かれ、軌道がさらに縮小し、晩星がロッシュローブに接触すると、質量輸送が始まり、量検在 AM 型星となる。 一方、万星が巨星化した時に、主星がその外装に含まれない程度に、連星間距離がある場合は、一般的な激変性と同様の進化経路をとる。こちらも、やがて万星が、ロッシュローブを満たし質量輸送が起きるが、その際に、万星の質量及び中心での水素の消耗度合いが、ごく限られた条件に当てはまる場合、その先の進化の過程で万星の水素が失われ、 AM 型母子になるると見られるただし、条件が厳しく、この経路を取る割合は、低いと見られ、2度の共通外装を経る進化よりは、重視されていない両健在 AM 型星は、重力波を放射することで、核運動量を喪失し、軌道が縮小し、軌道周期は短くなるが、一方で番星が、ロッシュローブから溢れる状態では、連星間距離が短くなると、 質量輸送率が上昇し、番星から主星へガスが流れ込むことで、核運動量保存則によって軌道周期は長くなる。そのため、軌道への影響が重力波放射より質量輸送の方が強くなると、軌道周期はある時点で極小を迎え、その後上昇に転じる。軌道周期が長くなると、質量輸送率も低下するが、主星からの照射による誘導で、 質量輸送が増大する効果もあり、ある程度の質量輸送率が保たれる。こうなると、軌道周期は徐々に上昇を続け、連星間距離が長くなるが、それによって、質量輸送が途切れると、今度は重力破放射で軌道周期が短くなり、やがて再び質量輸送が起きる。このように、質量輸送が不安定になっている段階が、 ハイステートとローステートを遷移する系と考えられる。連星間距離が長く、主星からの照射を受けてもハイステートになるほど、質量輸送が回復しない場合、質量輸送率がとても低い系として定着し、高着円盤は縮小、白色外星のスペクトルも見えるようになり、これが常時ローステートの系に当たると考えられる。両健在 AM 型星が進化の果てに、 どのような最後を迎えるかについては、いくつかの考え方がある。進化がそのまま進めば、いずれは低温のヘリウム白色矮星と褐色矮星、または惑星質量天体とからなる成系となるだろう。一方で、最後は爆発現象を起こして終わるとする説もある。質量硬着を起こす白色矮星が最後に爆発するといえば、嫌型超新星がまず思い浮かぶが、 主性の白色矮星、そのヘリウム外装の質量が高く、内量圏在 M 型母子は、絶対等級が低く増高が早い野種の、嫌型超新星になるとも考えられる。あるいは、外装でのヘリウムフラッシュによる、バクとドロキ波が核での炭素の爆号を誘発できれば、嫌型超新星になるかもしれない。量圏在 M 型星は、コンパクト星を含む近接連星系なので、 強い重力波放射源と考えられる。実際、非常に短い軌道周期を実現するのに、重力波放射による核運動量喪失が大変重要と考えられている。両剣座 AM 型星は、晩星も高密度なので重力波放射の効果は高く、一般的な激変性よりも重力波の強度は一桁上と見積もられている。そのため、 LISA のような新世代の重力波、望遠鏡によって、桁違いに多くの量検材 AM 型星が発見され、この種の天体の理解が進むものと期待される。また、その中の少なからぬ天体が可視光や X 線で精力的に観測されると予想され、それによって重力波観測から実際の天体の物理を推定する手法の検証としても用いることができる。 結果として宇宙の極限環境における物理の理解をも進めるかもしれない。ありがとうございます。